今回の授業にアドバイザーで参加させていただいた株式会社フィールドワークスの古賀でございます。太宰府市の地域ブランド化支援に取り組んだ感想、支援のポイントについて、僕ら熊本に住んでいる者からすると太宰府は福岡に訪問するときに必ず通るところなので、子どもの時からよく知っているところですけれど、今回お声掛けいただいて改めて地域ブランドという視点で太宰府を見たときに、太宰府の地域ブランドって何だろうって思いました。太宰府〇〇と太宰府の地名がついているものって知らないなと。太宰府といえば太宰府天満宮と梅、これはみんな知ってると思うんです。でも今回はあえてそれ以外の太宰府のものを紹介してほしいとお願いしました。その時に、あれ太宰府の人が資源かもしれんなというのが見えてきました。太宰府の皆さん、太宰府の歴史に詳しくて太宰府の話をたくさんしてくれる、太宰府で生まれたこととか太宰府に住んでいることにプライドを持てるんだなというふうに感じました。それから太宰府は歴史がある町ということと、文化芸術の最先端の地だったということが分かりました。今回の地域ブランドは物のブランディングじゃなくて太宰府の人が鍵となるブランディングの可能性というものを感じました。次年度以降ブランド化を推進していく上で活動のポイントなんですけれども、太宰府のブランド化の取り組みをとにかく継続すること、継続することで初めて見えてくるんだと思ってます。それから太宰府で活動する人、それから会社のキャラクターがたくさん発掘されて、そのキャラクターの情報を太宰府の皆さんで共有されることも重要だと思います。そして太宰府のブランド化の旗振りをする組織とか人が顕在化することに期待します。やっぱり地域ブランディングには最初にリーダーシップを取る人と活動経費とかお財布を管理する人っていうのがとても大切だと思います。そしてこの人たちが次々入れ替わって新陳代謝を起こしていくこと、こういったことも重要だと思います。次年度以降ブランド化を推進していく上で行政としてのスタンスや支援のあり方についてなんですけれども、1月に開催された太宰府まるごとひとつなぎはとてもいい事例だったと思っています。あの勉強会は夕方7時からの参加の呼びかけにもかかわらず、太宰府の方40名程度の方たちが集まりました。太宰府の職員の方たちと地域の方たちが、まあ、日頃からしっかりコミュニケーションを取っているから実現できたんだろうなと感じています。それから太宰府に対する思いを持った人たちがめちゃくちゃ多いんだなと、まさに太宰府プライドを感じました。次年度以降ブランド化を推進していく上で太宰府市の職員の方はこの思いを持った方たちが集まる場を定期的にセッティングし続けることができるといいんじゃないかなと思っています。今回の太宰府まるごとひとつなぎの熱量、これには浮き沈みがあると思います。浮き沈みがあってもそれでもとにかく場の提供を継続し続けること、そして方向性が見えてきたタイミングで、まあ、塩梅よく民間にバトンタッチをするという支援のあり方がいいんじゃないかなと思っています。
太宰府の場合は人に価値があるということに注目して今回ブランド化のストーリーを作ったと思うんですが、学問の神様というイメージと、あと市民の皆さんの学ぶであるとか語るである、そういった市民性にですねとてもマッチしていて、太宰府ならではのとてもユニークなストーリーができたと思います。自分たちが何を伝えたいかというのも大事だと思うんですが、お客様であるとか参加する人たちは誰なのかを想定をして、参加した人たちにどう楽しんでもらうかであったり、何を学んでもらうのか、それから何を感じてもらいたいのかという、こう一つのですねエンタメコンテンツとしてガイドを捉え直してみると新たな発想につながってくると思います。ガイドということでいうと、まずは一コース、作っていただいてスモールスタートさせてみる、それから実際にやってみて修正を繰り返していくことが重要だと思います。本当にブランド化するというところまでは非常に長い取り組みが必要になりますので、自分たちもガイドを作っていく中で、太宰府の魅力を伝える楽しさ、喜びを感じながら進めていただくと長続きするのではないかと思います。太宰府市の地域ブランド化支援に参加させていただきました、福岡県知財総合支援窓口の矢壁でございます。この度は、太宰府市のブランドの支援会議、5回すべてに参加させていただきました。市役所の職員の方、また観光課の方も熱心で、いろんな意見が、飛び交わりました。今後、太宰府市としてですね、団体商標、地域団体商標とかを出願される場合、いろんな周知活動の方も必要だと思いますが、この窓口でいろいろご支援ご相談できると思いますので、ぜひその際はご利用いただければというふうに思っております。また勉強会においても夜7時からの開始で9時までだったんですが、9時過ぎてもどなたも立ち上がられず、非常に熱心さが伺われましてびっくりしました。また、セミナー最後の5分間においてですね、福岡県知財総合支援窓口4箇所設置しておりますが、4箇所における支援内容、商標、ブランド、特許、衣装、登録、等の簡単な内容をご案内し、また出願までの流れ等の手続き内容をご案内いたしました。そういう中で、翌朝ですか、びっくりしたんですが、もう当福岡県知財総合窓口に9時に、商業出願の準備をされ、ご相談に来られました。予約はなかったんですが、1時間ほどで、商業出願まで進んだようです。今後もぜひ、福岡にお住まいの方は福岡県知財総合支援窓口をご利用いただければありがたいと思っております。